あ、危ない危ない。来ました来ました。ドライバー、ですね、1時間半ぐらいかかりましたね。でも普段はもうちょっと多分念入りにやるんです。今日はちょっと早めてもらってますけど。すいません、巻きで。開始5分でドライバー打つ自信ありますけどね。同じことです。変わんないっすもんね、球筋が、うん、ウッドとそのまんまただ飛んでいくだけ。例え方面白いね。ほら笑わすからそのまんまただ飛んでいくだけ。あー、結構振られてますもんね。はい、振らないとコース行った時に飛ばなくなるのが嫌で結構振ってます。あー、コースの時とか試合の時はもうちょっと落として振る感じ、今より勝手に落ちてる。あそっか、今いろいろ緊張とかあの曲げたくないとかで勝手に落ちてる。ここまで振ってる。右行くってことは 100% ない？右はあんまないです。なんかもうドロー系なんで、うん、ちょっと右に打ち出して左に戻してくれって感じ。ドロー系のコツは？ドロー系のコツ？なんか意識してるみたいなある？なんかほとんど意識してない。いやそうだよそうだよ。だ何聞いてんだろうなって思って。ドローはあるかなと思って。逆にあれなんじゃないのかな、右に打とうとしたときはどう打つって方の方が考えると思う。あ、フェード系で打つっていうこともある？あります。ある、はい、あ、だそれは多分説明できると思うんだよね。そうしないといかないから。いいんですか、ドライバーですか？ドライバー、でもなんかフェース面はその打ち出したい方向、うん、打ち出したい方向、なんか目標に向けてハンドレートにしてちょっと左に行ってパッと目に打つ、うん、ちょっとやっていただいてもよろしいですか？おお、分かっちゃう。でもねでも右に行けば OK ですよ、うんうん、すげえ。そう、多分持ち球じゃない、逆は意識しないと変えられないから説明つくけど、持ち球は多分打って作ってるから分かんないと思う。どうやって歩くのって聞いてるようなもんなんですかね。あ、そうじゃん。いやいやいや、普通だけどみたいなっていう感じ。ドライブは一番楽しくないですか？え、楽しい。楽しいですね、うん、なんか、まあ、飛ぶからかな。飛ぶからなんかこう振るのがこうウィーンってなんかストレス発散みたいな。
フェード意識したん？いや、振り遅れました。なるほど。全然打ってても疲れない？疲れないです。おじさん、あ、ヤマトンは今採用ですよ。今のはもう採用ですよ。いやでもね、あの、自分から言おうと思ってたもん。おじさんは、いや、おじさんとは言わないけど、あの、まあ、それに近いような、いや、ね、100何キロぐらいで次の日もう筋肉痛です。え、俺もあんなもんで全然筋肉痛だと思いました。多分腰痛朝多分いてっつってこう腰痛が出ると思うんですよ、100球ぐらいで。そう考えるとすごい。とか筋トレとかもしてるんだもんね。あ、してるんだ。どこを重点的にやる？下半身が大事？ゴルフは。ギャップにびっくりしますね。こんな、なんか普通に街中とかであったら、なんか、あ、普通に、あ、可愛い若い子いるなって思って、なんかゴルフ場出てみてこんなチパーンって言ったら、うん、すごいですよね。うん、すごい。またね、試合中のねプレーがねやっぱ変わるんですよ。あんま喋んないじゃないですか。あー、はい。もっとこう真面目じゃないけど、こう真顔みたいな。そう、もっとびっくりする。あー、こう今なんか普通にこうさ喋ってるじゃん。はい。そうで、まあね、笑ったりもするけどさ、うん、試合なんてやっぱそうはいかないじゃん。あー、そっか。そうで、あのショットバンって出されるから、そう。逆になんかラフな墨でしか見たことないから。あー、確かに、ね、あ、だから動画を見たらすごいですよ。そうだ、まあさ、試合中だからさ、本当になんかこうあんまりこっち側もさ喋ってないから、結構本当にガチのなんか緊張感のある動画になってて、そうだね、普段なんかよく喋ってる友達とかが見るとこんなに真剣にやってんだって思うかもしれない。よいしょ、ありがとうございます。おお、最後ビシッと、さすがですね。いつももうドライバーで終わる感じです。終わる感じ。最後にビシッと打って、はい、ありがとうございます。
あ、このあたりですね、ボール拾い。ボール拾い。ボール拾い。僕も手伝います。いやいやいいです。全然それはやらさせてください。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構暗くなりましたね。なんとか、なんとか、そうだよね。ということで、まあ、本日は和田すみれ選手の、まあ、練習風景をお届けしたいなと思って密着してみました。今後、今年はもうあんまり試合はもうあれだもんね、12月だから。12月に最後試合が3試合ぐらいあって。あ、それでも結構あるんだね。はい、またあれだもんね、トーナメントフューチャーズも入れてもらって、はい、ありがとうございます。お願いします。了解です。なんか最後に、まあ、来年の目標とかもしあれば。はい、来年のプロテストに向けて今年しっかりと練習をして来年絶対合格できるように頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。頑張ります。まあ僕らもまあリンゴルフってちょっとまあメディアの要素もあるんで、少しでもこう頑張ってることをお届けできればなと思ってるんで、まあ、視聴者の皆さんも応援してくれると思いますんで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、小林さんもすいません、ありがとうございます。ですじゃあそんな感じで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。最後のちょっとそっけない感じの これは使われちゃう感じですね。